さあ、そしたらいよいよね、塗ってみましょう。ね。今回、これですね、シーラー。ね、ちょっとこう乳白色というのかこうねサラサラした液体ですね。これいわゆる下地の吸い込み止めね。であとは上塗りの密着を良くする、まあ、そういった意味がありますが、まあ、これちょっと塗っていきます。まあ、これロガーで、まあ、最初1回目小さい方からいきますが、まあ、これちょっと見てもらえますか。こうやってローラー全体にまんべんなくね、まんべんなくこうネタね、あのペンキのことね、塗料のことネタって言います、ね、こう覚えてください。ネタをまんべんなくこうやってね、ローラーに染み込ませます。でベターっとつけるとボタボタこぼれます。ですからここでちょっとね、まあこう小下げる、小下げるってこれ何ですか、関西弁ですかね。ねちょっとこうまあ無駄な塗料を落としてやるっていう感じですね。にしてこうポタポタ落ちない程度、落ちない程度にして、塗ろうとするものに持っていきます。はい、まあ、これ分かります？結構こう透明ですね。ちょっとねこれ塗る面積が小さすぎるんでね、ちょっとベタベタになってしまいますが、まあこんな感じですね。でこう下塗りって書いたものね、ちょっと足りましたね。下塗りって書いたものね、そのまま字が残ってます。まあ、いわゆる下地を隠蔽するね、いわゆる下地の色を隠す力は全くありません。まあこういうものです。でこれまあ吸い込んでいって乾いていく、今度それの上に上塗りを塗るという流れになります。はい、はい、次ですね、同じシーラーなんですが、ちょっとこれ見てもらえますか。結構ね色がついてますね、白い液体、まあ、いわゆる上塗り剤、いわゆるペンキみたいな感じに見えますよね。でもこれもシーラーなんです。いわゆる役目は一緒で、下地の吸い込みを止めたり上塗りの密着を良くしたりっていうのね、意味があります。でこれやっぱりこうやってね、しっかりとローラーになじませておいて塗っていきますね。こぼれないようにして、はい、こうやって塗っていきます、ね、全然なんか違いますね。でこれねちょっと塗る面積ちっちゃいんですけども、ローラーは基本縦に動かしますね。で下から上、上から下、ダブルを書いて逆ダブルを書くという、まあ、そんな感じですね。でこれをまんべんなくこうねムラをなくすためにこうやって横でねムラを切るっていうやり方なんですね。まあ、こういうような形で、まあ、いわゆる均等に、ね、塗ろうとする面に均等にやります。で最後、ね、横に塗ってもいいんですが、最後は、縦にこう仕上げましょう、ね、縦にでこの時にちょっと注意するのが、まあ、これ 下塗りなんでいいんですが、上塗りの時ですね、ローラーの耳っていうのがあります。どういうものか、これですね、これローラーの耳って言います。わかります？ちょっとこう力の入れ方を加減を間違うとこうやって耳が出ます。これこのまま固まってしまうんで、こうやって残さないように、こちらとこちら均等にこう力をね入れていくっていうね、まあ、そういう仕上げ方をしますね。で下から上、下から上にするとこう、まあ、ローラーも少なからずでこうやってローラー目が出ますね、こうザラザラ肌みたいなね。ですから、この目を揃えるっていう形でローラーを仕上げるということですね。